本日のスペシャルゲストシンガーソングライター山本彩香さんです。山本彩香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。山本さんが関西に帰ってこられたということで、はい、お帰りなさい。あ、ただいまです。ありがとうございます。じゃあまずはオープニングメッセージ、皆様に一言ご挨拶をいただいてもいいですか。はい、こんなにギャラリーの方がいらっしゃると思わなかったので、ちょっとなんか緊張してるんですけども、今日は、こんな素敵な役を任せていただいたので、楽しんでいけたらいいなと思います。よろしくお願いします。山本さんも大きな節目となる30歳の誕生日を今年7月に迎えられました。で、振り返りの話になりますが、グランフロント大阪が街開きした10年前は山本さんの AKB48 総選挙で初の選抜入りを果たした記念すべき年だったと思いますけども、そこからこの10年間を振り返ってみていかがですか。そうですね、まあ、あっという間だったんですけど、でも本当に人生で経験することの、まあ、大半9割ぐらいを20代の10年間で味わったんじゃないかなっていうぐらい、すごい濃い時間をいい意味で過ごさせてもらいました。じゃあもうたくさんの経験になる、たくさんのこう糧となるような10年間を、実りある10年だったということですよね。はい、30代の10年はじゃあどんな景色が見たい、どんな10年にしたいとかありますか。そうですね、こうざっくりとしたところで言うと、こう年齢重ねるごとに健康のありがたみをすごく感じているので、まずは健康に1日でも長く音楽と仕事を続けられるように頑張りたいなっていうのと、その先にまだこうホールツアーっていうのをやらせていただいてきたんですけど、アリーナっていうのはソロでやったことがないので、地元で言うと大阪城ホールだったり、そういう場所でも、そういう規模の場所でもライブができるような存在にこの10年間なっていけたらいいなと思ってます。そういう意味では15会場を回られたり、いろんな経験もあって、そこから飛躍してまた10年実りあるものにしていきたいと。そうですね、20代の10年間をやはり、まあ、超える競うものではないんですけど、なんか、うん、それ以上のものだったなって言えるような10年にできたらいいなと思います。山本さん、今年の、まあ、ジョイフル、喜びあふれる、そしてクリスマスにジョイフルしたい喜び、楽しみなどはありますか。そうですね、結構まあ自分が楽しみたいっていうのもあるんですけど、なんか楽しませたいなと思うので、うん、友達の家とかにサプライズでサンタさんになりきって行ってプレゼント渡したりとか、そういうなんか特別な過ごし方できたらいいなと思いますね。結構じゃあサプライズ的な驚かすのが好きだったりするんですね。そうですね、してもらうよりはこうする方が好きです。そんな中、今年は山本さんを応援するチームが大きな喜びもあったと思いますけども、はい、いかがでしょう。阪神タイガースですよね。38年ぶり日本一おめでとうございます。いやいや、私が言われるのも変なんですけど、ありがとうございます。どうですか、もうその辺もジョイフル、とても嬉しい喜びだったんじゃないですか。そうですね、下半期でそれだけの喜びを味わえたのは、もう本当に人生の中でもだいぶ大きな喜びの一つですね。で、そんな喜びがあって、ここからはちょっと主催者の挨拶にもあったようにですね、はい、グランフロント大阪クリスマスはみんなのウィッシュ、願いや希望が叶うクリスマスという思いも込められているんですが、山本さん、来年とかここからのウィッシュ、叶えたい願いや夢はありますか。そうですね、お仕事的なことでいうと、先ほど言ったことだったりとか、あとは日本にとどまらず世界進出ができたらいいなっていうのもありますし、あとはもう完全プライベートなことで言うと、うん、車の免許持ってるんですけど、はい、ほとんど運転してないペーパードライバーなので、ペーパードライバーを脱出して来年はいろんなところに自分の足で行けたらいいなと思ってます。なるほど、やはりもう自分の運転で自分の足でいろんな場所に行っていろんなものを見るっていうのは、やっぱ格別な憧れはありますか。そうですね、やっぱそういうところでしかこうリフレッシュできない部分だったりとかもあると思いますし、なんか友達とかと、うんうん、よりこう遠出がしやすくなったりするかなと思うので、まあ、リフレッシュもそうですし、何か音楽制作に生きるような過ごし方ができたらいいなと思います。3、2、1、点灯。山本さん、ありがとうございました。見事メインクリスマスツリーに明かりが灯りました。もうめちゃくちゃ綺麗でした。
もうライティングでこういろんな表情が次々こう見られる感じがありましたし、なんかここショッピングモールなのかなっていうようなテーマパークに来たんじゃないかなみたいな心地でした。今のライティングショーがこれから12月25日までこういろんな時刻にこう始まるっていう、このショーが見れるのもまた嬉しいですよね。嬉しいですね。カップルでも絶対楽しいですし、親子さんだったりご家族だったりとかでもすごく楽しめるものかなと思いますね。これからこのグランフロントをはじめ、もっともっと大阪や関西はクリスマスシーズンいろんな楽しめるイベントが盛りだくさんだと思うので、ぜひ皆さんには楽しんでいただきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。笑顔でお願いします。皆さんいかがでしょうか。